こんにちは。こんにちは。今回のね、某超有名プレイヤーからのお話企画です。某超有名プレイヤー、いや全部いいって言ってたんですけど、動画で話しても、はい、それはちょっとやめておきましょうみたいなお話もあって、はい、でもこれだけはちょっと言いたいと俺が思ったのがあったんですよ。左回転がかかっている PDC のプレイヤーの方が多かったわけじゃないですか。でみんな左回転にすると、トッププレイヤーたちも、うん、っていう流れがあって、まあ左回転の方が多いっていう感じになってますけどね。今なぜ左回転なのかっていう話です。左回転をかける意味とかじゃなくて、左回転の方が多い理由っていう言い方がいいのかな。この話はそういう動きが楽とか自然っていう人間が多いんじゃないかなっていう話です。そうじゃない人もいると思う。多いっていうだけの話ね。大前提としてグリップあるじゃないですか、ダーツの。これダーツが上手くなってくると、この親指が反って持ってる人もいるけど、じゃなくてもっともうグイーンって、もうグイーンですよ、親指が。こういう、こう、もうこのレベルね。これぐらい普通に自然に曲がる人も確かにいるけども、もう腕震えちゃってるぐらい、こんなに親指を反らせてこうやって持って投げるって人はあまりいない。あまりそうならないよねっていう話で、まあこういう感じになると、普通に持つとね、まあ寝かせるにしてもこれぐらいだとっていう状態ですよ。はい、こうやって構えてください、こう構えてくださいと言われたんですよ。このままこのくっつけた指を離してみてと言われたんですね。そしたらこう、まあこうなるじゃないですか、離してって言われたら。これ意味わかります？こういうことだよって言われたんですよ。意味わかんないでしょ。え、どういうことですかって言ったら、そのこう持っててこうする人ってあまりいないらしいのね。楽ではないのよ、少なくとも俺は。あのここの指を、こっち側の親指以外の指を伸ばすっていう形で、こっちをこうやって離すんじゃなくて、指離してって言われたら、このまま親指だけこうやって離すんじゃなくて、親指以外の指を伸ばすっていう形で指を離そうとする人が多いらしいんですよ。これね、だからこの動きになるわけ。そしたらダーツ持ってたら、うん、指離したらこうなるじゃないですか。こう持ってて、うん、今の動きのまま指離してって言われたらこうなるでしょ。こうなるでしょ。こういうことじゃないですか。こ親指以外の指を伸ばそうとしたらこうなるじゃないですか。これね、こういうこと。この動きがもう左回転がかかる指の離れ方なわけじゃん。なるほどね。こう持ってて、うん、こう離したらダーツがこうね、左回転する動きに近いわけです、うん、その某超有名プレイヤーの方の推測ですけど、うん、左回転をかけようっていうよりかは、自然に楽な飛ばし方をしてたら、それが指の離し方的に左回転がかかるっていうのが楽っていう人が多かったんじゃねっていう。あ、その PDC で左回転が流行ったというか増えたのは。そうそうそう。だからもちろんそうじゃない人もいるし、だ多くの人間のリリース楽な形のリリースが左回転がかかるリリースなだけだったんじゃないのっていう。その理論なんだけど、はい、俺もものすごいそうだなって思ったのが、はい、山口さこれちょっとやって、はい、でやってみ、広げてみ、はい、こっちじゃん動くの、うん、俺親指なら動くの。へぇー、ないですか。離してって言われたら、うん、これ意味わかります？こっちの方が世の中的にまれなんだろうけど、はい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 、ってことは話の流れでいくとそうなんだろうけど、うん、確かに俺ずっと何やっても右回転、単純に俺が楽なのが右回転っていうのが、それで説明できたな今と思って。まあそういうことだよね。だってジャパンでもトッププロの方で左回転じゃない人いるし、いくらでも。そうなんだよ。まああとこれは俺の推測だけど、もう一番最初に世界で強くなった人たちがいるじゃないですか、うんうん、に左回転の人が多かっただけなんじゃないですかっていう意見もあるってこと。まあこれは俺の師匠も言ってたんですけど、なんで左回転なんですかとも最初聞いてたのよ。親指が残るから、まあそのね、別の動画でも言いましたけど、
まあ上に指が残ってるより下に指が残ってた方が嫉妬減るからじゃないのっていう話はしてたんですけど、いや強い人がたまたま左回転が多いだけだと思うよって言ってたんですよ。強い人に左回転多かったら左回転じゃなきゃダメなのかもっていう感じになるでしょ。かつ左回転が多かったの理由がまあこれがこうなる人が多かったっていうね話。つまり左回転はねかけるものじゃないと、自然にかかった人が多かったっていう話です。はい。で俺はこれだったから、俺はバカみたいにね左回転かっこええわっていう理由だけで左回転をずっとやってましたけど、こうだったので僕は自然な動きを追求しても左になるんだな、よかったみたいな。以上です。はい、ありがとうございます。くしゃみかと思った。ありがとうございます。ありがとうございました。車に乗ってエンジンかける、とりあえずこう。でもまあ右回転左回転どっちがいいかは人それぞれという、人それぞれ、人それぞれ回転でもいいし、まあ縦回転でもいいです。どこの人が立ったの今。イギリス。イギリス中が。イギリス中が。